おさたけたけしび、さたけたけしは、日本の法学者、明治文化研究者。学位は、法学博士、大新院判事。号は、受けし。1880年1月20日、石川県金沢に、旧加賀藩の著者の子として生まれる。状況後、明治法律学校に学び、1899年、卒業。同年、第1回判受験児登用試験に合格し、 司法監視法。福井地方裁判所、東京公訴院、名古屋公訴院の判事を務める。1924年から1942年まで大審院判事。判事の地位にとどまらず、県政史や刑罰史など法政史の研究を手掛けた。研究姿勢は、資料を重視した実証主義、遮脱な着眼点、談話帳で達意な文章を特徴とする。一方で、 九百二十四年に、吉野作造、宮武骸骨らとともに、明治文化研究会を設立し、明治文化全集などを編集、後に、吉野の後を継いで、第二大会長に就任した。九百十八年以後執筆活動を活発化させ、九百二十年に、日本の新聞の先駆者の一人である、柳川春蔵を論じた、論文、柳川春蔵を発表。 九百二十五年、維新前後における立憲思想を執筆。これにより九百二十八年八月二十日法学博士となる。九百三十年出版の日本憲政史では、幕末から帝国議会開設に至る立憲政治の確立過程を描いた。九百三十六年から法律及び政治にて帝国議会自然史を連載、大制奉還。 五箇条のご正門、自由民権運動などに関して新たな視点を提起した。1938年、貴族院50年史編参会と衆議院建成史、編参会の委員長に就任。このほか、九州帝国大学法学部講師、明治大学法学部教授、同専門部門課長を務めた。退官後は、 県政史研究に専念するも、戦災などによって、困難を極め、志半ばの1946年10月1日、肺炎のため、中野草木の宮の自宅で死去。去年67、墓所は、金沢市の蓮閣寺。鈴木秀幸、近代史の中の郷土、加納地方出身の尾佐竹竹氏について、大学式用第10号、明治大学大学資料委員会。 2006年3月、88から138、一瞬1349から8231、0度1200億525万8038。ありがとうございます。